パリの女性は1923年公開の長編サイレント映画監督、脚本、制作はチャールズ・チャップリン、マリー・サンクレールと彼女の婚約者で家のジャンミレはフランスの田舎から出てパリで結婚しようとしていた。出発予定日の前日の晩、マリーがジャンに会うため家を開けた間に義理の父が家の戸の鍵をかけ彼女を家から締め出してしまう。 ジャンはマリーを自分の家に招き入れる。ジャンは両親と共に住んでいたが、そこで彼の母もジャンとマリーとの付き合いを心よく思っていないことが明らかになる。そこでマリーはジャンの家を出て駅に向かい、ジャンはマリーに後からすぐに行くと約束する。しかしマリーがジャンの家を出た直後に彼の父が急死、ジャンは駅にいるマリーに電話でパリに一緒に行けなくなったと伝える。 マリーは一人で列車に乗り込み、パリへ向かう。パリでマリーは裕福な実業家のピエール・ルベルの愛人になり、贅沢な暮らしを楽むようになった。ある夜、パーティーに招かれたマリーは場所を間違えて、別の建物に入り、そこで偶然ジャンに再会する。ジャンはマリーと別れてから母と共にパリで質素なアパートを借りて暮らしていた。マリーはそこでジャンに、 自分の肖像画を描くことを依頼する。翌日、ジャンは肖像画を描くため、マリーのアパートを訪れる。マリーはその時、ジャンが模章をつけていることに気づく。マリーに理由を尋ねられ、ジャンはマリーが去った夜、父が急死したことを伝える。マリーとジャンの愛情が蘇り、マリーはピエールから距離を置くようになる。ジャンは肖像画を完成させ、マリーに結婚を申し込む。しかし、 マリーとの結婚をもともと心よく思っていなかった母とジャンの間で口論となり、ジャンは母に結婚の申し込みは一時の感情で行ったもので、真剣なものではなかったという、ジャンのアパートを訪れようとしていたマリーは偶然、そのやりとりを聞いてしまい、再びピエールの元に戻ってしまう。ジャンはマリーに母への発言は場を収めようとしていったことで、本心ではないと説明するが、 マリーの心を再び掴むことは叶わなかった。ある夜ジャンは、ピエールとマリーが食事に来ていたレストランに行く。ジャンは、休時を通じて、マリーにもう一度会いたいと書いたメモを渡すが、メモを見たピエールはジャンを自分たちのテーブルに招く。ジャンは激行し、レストランのロビーで、拳銃自殺を果たす。ジャンの母は、マリーに復讐しようと拳銃を持って、マリーの元へ向かうが、ジャンのアトリエで、 彼の遺体に泣きすがっているマリーの姿を見て心を打たれる。二人は和解して田舎に戻り小さな孤児院を解説する。ある朝、ピエールが自動車で偶然その田舎を通りかかる。同情していた男がピエールにマリー・サン・クレールはその後どうしたかと尋ねるが、ピエールは知らないと答える。その時、マリーの乗った馬車とピエールの自動車がすれ違うが、互いに気づかぬまま遠ざかっていくのだった。 本作はチャップリン映画の中では得意なものである。まず、チャップリン自身がお馴染みの放浪者役で出演していない。チャップリンは駅の場面で二運び人として一瞬仮名を出演しているのみである。この出演はあまりにも目立たないものであるため、クレジットすらされていない。この映画を見たほとんどの人は、それがチャップリンだと気づかなかったが、それこそチャップリンが実際に意図したことだった。また、 もう一つの他のチャップリン映画との大きな違いは、本作が喜劇ではなく、シリアスなドラマである点である。主役のマリー・サン・クレールは、エドナパーバイアンスにより演じられた。チャップリンがこの映画を制作した理由の一つに、彼女をチャップリンとの共演でなくとも通用する女優として、世間に認知させようとしたことである。また、もう一つの理由として、カメラの後方に回り、 演出に専念してみたいというチャップリン自身の意向もあった。しかし、そのようなチャップリンの狙いに反し、エドナ・パーバイアンスはチャップリン映画に出演していた頃ほどには成功を手にすることはできなかった。皮肉にも本作により人気を得たのはアドルフ・マンジューであった。メディアを再生するパリの女性前編、字幕なし本作は一般の観客には受けが良くなかった。 本作公開の時点でチャップリンの人気は相当なものになっており多くの観客はチャップリンのいつもの演技を期待して本作の上映にも足を運んだチャップリンは本作に彼自身が出演していないことを観客に理解させようと方策を二つ考え出した一つ目はプレミア上映の晩に入場を待って並んでいる観客にチラシを配らせたことであるチラシには本作が チャップリンの通常の作品からは、かけ離れているものであり、観客がそのかけ離れ、具合を楽しむことを期待すると記されていた。二つ目は、映画の冒頭にチャップリンが出演していないことを説明した字幕を入れたことである。映画史の研究家の中には、一般の観客がパリの女性にチャップリンが出演していないことをむしろ知らなかった方が、 受け取られ方も変わっていただろうと推測する者もいる。本作は批評家からは賞賛され、広大の映画作家に多大な影響を与えた作品とみなされている。特に劇中の登場人物やその心理描写の複雑さは、それまでの映画には見られないものであった。本作をチャップリンの真の意味での最初の作品とみなす者もいる。なぜなら本作はチャップリンが、 他の俳優たちと共同で設立したユナイテッドアーティスト社の下でチャップリンが最初に制作した作品だからである。本作の工業的な失敗にチャップリンは傷ついた。そのため本作が最初に公開された後は50年以上も再上映されずにいた。チャップリンが新たに音楽を付け加えた再編集版を公開したのは1976年になってからで、 彼の死の前年のことであった。チャップリンが作曲したその音楽は彼の75年にも及ぶキャリアにおける最後の仕事と考えられている。ありがとうございます。